ボイスボックスもちこさん、ノーマルが読み上げます。字幕をオンにしてご視聴ください。災害救援ボランティア研修、発災前の命を守る行動について学ぼう。これくらいならきっと大丈夫。これまでに経験したことのない雨が降った。こんなにたくさん降ることが分かっていたら避難してたのに。氾濫危険情報と氾濫警戒情報ってどう違うの？いつのタイミングで避難していいかわからない。避難していいのかな。テーマ、災害情報、災害報道を防災に生かす。ちょっとした感想ですが、イラストとテーマが少し離れていて残念と思いましたよ。皆さん全てが参加するべきボランティア研修が見せしめみたいになってます。改善の余地ありです。余談申し訳ありません。講師、国士舘大学教授、元 NHK 解説員、山崎昇氏。1954年長野県大町市生まれ。元 NHK 解説員、元アナウンサー、記者、自然災害防災研究家。現在国士舘大学教授、防災救急救助総合研究所、救急システム研究科、救急システム専攻、人と防災未来センター上級研究員、静岡大学防災総合センター客員教授等。2月18日日曜日13時30分から15時、 IOE 市立総合福祉会館4階多目的ホール。対象者、災害防災に関心のある住民。先着60名。参加費無料。募集期間2月13日火曜日まで。 QR コードからも申し込みできます。申し込み、IOE 市社会福祉協議会、 IOE 市ボランティアセンター、郵便番号 678-0031、 IOE 市朝日1丁目6-28、 IOE 市立総合福祉会館3枚、 FAX 0791-23-7600、 電話 0791-23-2666。 講演、 IOE 市、 IOE ボランティア協会、 IOE 市立総合福祉会館4階多目的ホールに来ました。有名な先生の人気でどんどん人が集まって、最終的に満員になりました。さすが元 NHK アナウンサー、流れるように説明していただきました。災害情報、災害報道を防災に生かす。国士舘大学防災救急救助総合研究所教授、山崎昇。簡単な自己紹介。 NHK 解説員、自然災害防災担当。1、長野県西部地震1984年9月。2、イラン・マンジール地震1990年6月。3、阪神・淡路大震災1995年1月。4、台湾収集地震1999年9月。5、有珠山・三宅島噴火2000年3月。6月、6、歌舞伎町雑居ビル火災2001年9月。7、韓国地下鉄火災2003年2月。8、新潟県中越地震2004年10月。9、ハリケーン、カトリーナ、災害2005年8月。10、東日本大震災2011年3月。11、熊本地震2016年4月。12、西日本豪雨2018年7月。13、東日本台風、台風19号2019年10月。2017年、平成29年10月から国士舘大学教授。令和6年能登半島地震、北海道胆振東部地震 2018.96 以来の震度7発生。1月1日午後4時10分ごろ、震源石川県能登地方で深さは16キロ、マグニチュードは 7.6、 震度7、石川県志賀町。北西から南東方向に圧縮軸を持つ逆断層型、
150キロずれる。東日本大震災以来の大津波警報、津波情報、午後4時12分。津波警報、石川県能登、加賀、新潟県上中下越、佐渡、富山県、午後4時22分。大津波警報、石川県能登、津波観測、午後4時21分。石川県は輪島港で1メートル20センチ以上、午後4時35分。富山で80センチ、午後7時8分。山形県酒田港で80センチ。珠洲市の津波観測計のデータは入ってこず。輪島港でも1メートル20センチ以降のデータは入ってこず。深刻な被害、石川県。2月5日現在、死者240人、うち関連死15人、安否不明11人、避難者273箇所、7566人、住宅被害、52326棟。大震災30年で2回、直近の災害に引きずられない。ますます重要になる災害情報。最近の災害情報の動き。河川の洪水予報、2007年緊急地震速報と火山の噴火情報が警報に。2007年全国で土砂災害警戒情報。2008年竜巻注意情報。2008年気象情報を市町村単位で発表。2010年津波情報の改善。2013年特別警報。2013年南海トラフ臨時情報発表。2017年防災情報5段階のレベル化。2019年避難指示に一本化、避難勧告廃止。2021年顕著な大雨の情報、線状降水帯情報。2021年防災気象情報の新設。長崎豪雨災害、1982年7月豪雨災害。死者、行方不明者、299人。日本観測史上最高187ミリ。長与町、記録的短時間大雨情報発表。1984年、広島市と呉市の土砂災害。1999年、土砂災害警戒情報発表。2005年、北海道サロマ町の竜巻災害。2006年、竜巻注意情報発表。2008年、紀伊半島豪雨、台風12号災害。2011年、特別警報発表。2013年、球磨川が決壊した令和2年7月豪雨。2020年、顕著な大雨に関する情報。2021年、5段階の警戒レベルと防災気象情報。2019年、警戒レベル4、避難指示で必ず避難、避難勧告は廃止です。2021年5月20日から令和3年5月20日から避難勧告60年ぶりの廃止。内閣府、消防庁。なぜ災害情報が重要なのか。防災の考え方を変えた東日本大震災。東日本大震災、マグニチュード 9.0、 破壊に要した時間180秒、長さ450キロ、幅200キロ。阪神淡路大震災、マグニチュード 7.3、 長さ50キロ、幅12キロ、12秒。防災は行政指導で始まった。佐久間ダム、静岡県。昭和31年竣工、戦後土木工事の原点。黒四ダム、富山県。昭和38年竣工、戦後復興のシンボル。しかし当時に作られた防波堤は東日本大震災で壊されてしまいました。工学的アプローチの限界。防災から減災へ。防災ハード対策中心。技術の力で災害を抑え込む。減災ソフト対策中心。少しでも被害を減らす。減災の鍵を握る災害情報。危険が迫った地域の人に、危
険が迫っていることを情報で知らせて避難を進める。情報が避難につながらない。西日本豪雨。2018年7月 NHK の放送から7月9日、前線と台風7号の影響で広い範囲で豪雨、221人死亡、9人安否不明。平成30年8月15日、平成に入って最大の豪雨災害。想定を超える雨が降る。2018年6月28日から7月8日。情報が避難につながらない。西日本豪雨。2018年7月6日から8日、11府県で大雨の特別警報。福岡県、佐賀県、長崎県、広島県、岡山県、鳥取県、兵庫県、京都府、岐阜県、高知県、愛媛県、21府県で避難勧告と避難指示発表。2018年7月7日、対象863万人、指定避難所に避難、42,200人、0.5%。倉敷市真備町浸水推定図、国土地理院。平成30年7月豪雨による倉敷市真備町周辺浸水推定断裁図。倉敷市ハザードマップ、真備町。見られていないハザードマップ、内容を理解していた、24%、見たことはある、51%、知らなかった、25%。大雨に関する情報、大雨注意報、半日から数時間前。大雨警報、数時間から2時間ほど前。記録的短時間大雨情報、数年に一度の雨。土砂災害警戒情報、河川の氾濫情報、竜巻注意情報、顕著な大雨に関する情報、特別警報、数十年に一度の雨。気象庁、特別警報の意味の認識。特別警報を知っている人は 90%。意味を正しく理解している人は 50% 前後。静岡大学、牛山素光教授。平成30年7月豪雨による人的被害等についての調査。2021年、令和3年、3月17日、危険度分布の愛称、キキクル、雨量、傾斜、地質、都市化率等も考慮して危険度を算出。雨量の予報を、災害の予報に翻訳。土砂災害、2時間先までの予測。土砂キキクル。浸水害、1時間先までの予測。浸水キキクル。洪水、3時間先までの予測。洪水キキクル。知られていない情報。防災に関する用語の認知度。全国の男女2000人調査。令和3年2021と気象情報の利活用状況に関する調査。気象庁、線状降水帯 85%、 警戒レベル 78%、 大雨特別警報 65%、 キキクル、危険度分布 45%、 竜巻注意報 30%、 早期注意情報 25%。 人は逃げたくない。避難の最大の敵は自分。正常化のバイアス。偏見。西日本豪雨住民アンケート。広島市、なぜ避難しなかったか。床上くらいまでしか水が来たことがなかったから、今回も大丈夫だと思った。これまでここに暮らして、避難するような事態になったことがないから。人はなかなか逃げない。韓国テグ市地下鉄火災。2003年2月18日。正常化の偏見をどう打ち破るか。正常化のバイアスを打ち破る情報。正常化のバイアスを打ち破る情報。避難勧告の対象4万3000人。実際の避難3800人。 9%。 避難勧告や避難指示の意味合いがわからなかった。兵庫県豊岡市の被害。2004年台風23号。情報を送る側と受け取る側の共通認識。日頃の情報提供が、いざ、に生きる。多様な手段で情報を入手。
令和元年の台風第19号等の大雨の際に情報を入手した方法、複数選択か、テレビ、800、インターネットサイト、500に、スマートフォン等に自動配備される緊急速報メール、352、防災アプリ、NHK ニュース、防災、ヤフー防災速報、262、新聞、221、ツイッター、Facebook、SNS、209、ラジオ、ローカル FM、166、防災行政無線、111、家族、滅、近所の人などからの情報提供、103、ケーブルテレビ、63、入手していない、19、その他、6、N2911、出典、国土交通行政インターネットモニター、https、www.monitor.mlit.go.jp 災害報道が伝えてきたこと。災害報道の必要性を明らかにした関東大震災。1923年、大正12年9月1日11時58分ごろ発生、マグニチュード 7.9、 犠牲者10万人以上、日本橋、神田方面の惨状。正確な情報が社会の不安を抑える。当時のメディアは新聞、一時完全にストップ。社会の混乱に拍車。正確な情報が大切。1925年、大正14年からラジオ放送の始まり、半壊した12階建ての病院、浅草、銀座周辺。関東大震災を伝える大阪の新聞、大阪朝日新聞、朝刊、大正12年、1923、9月2日、足立健三、逓信、省のラジオ放送、1926年、昭和元年、ラジオ出演、放送事業とその将来、もし関東大震災の際にラジオがあったら、災害の実態が速やかに報道され、生活物資の配給は円滑に進み、国民の動揺は非常に軽減されたことであろう。放送は当初から災害報道への期待と責任を担った。テレビ放送の始まり、昭和28年、テレビの初めての災害報道、洞爺丸台風、昭和29年、被害中心の報道、函館港から出港した洞爺丸をはじめ、5隻の青函連絡船が暴風と高波で遭難し、洞爺丸の乗員乗客1139名が死亡。天気図、9月26日9時、転覆し潜伏を見せる洞爺丸。テレビの災害報道の始まり、洞爺丸台風、1954年、昭和29年。戦後最大の台風災害、伊勢湾台風、1959年。昭和34年、9月26日、和歌山県潮の岬に上陸、929.2 ヘクトパスカル、超大型で猛烈な勢力、名古屋港の最高潮位、3メートル89センチ、21時35分、死者、行方不明者、全国32道府県、5098人、8割が愛知県と三重県。住宅の浸水は36万3611棟、住宅の全壊は48,38棟。伊勢湾台風から始まった予報の報道。昭和34年9月26日、潮の岬に上陸。 NHK は気象庁に初めてテレビカメラを持ち込む。予報課長や天気相談所長へのインタビュー。名古屋でも NHK や CBC が名古屋地方気象台から放送。予報報道の成果は限定的。白黒テレビの世帯普及率 10%。 昭和33年、乾電池式ラジオの普及率 21%。 名古屋市、大規模な停電の発生。予報報道の効果。第二室戸台風、1961年、昭和36年、9月、伊勢湾台風に匹敵する勢力で兵庫県尼崎市付近に上陸。大阪管区気象台、最悪の事態、
厳重に警戒を、大阪府知事がテレビとラジオで台風の備えと早期の避難をと呼びかける高潮警報を、14市区町村で避難命令、44万人が避難、大阪湾の0メートル地帯の死者は0人、予報は防災につながる。伝え続けた一つのこと、早めの避難以上の対策はない。雲仙普賢岳火砕流、1991年6月3日犠牲者43人。北海道南西沖地震、1993年7月12日犠牲者230人。東日本大震災、東日本大震災の緊急報道、3月11日金曜日午後2時46分地震発生、46分50秒緊急地震速報、48分17秒緊急報道始まる、49分気象庁の大津波警報発表、ラジオ独自午後3時30分ごろ TR スルーからの放送開始、午後6時45分教育テレビ FM で安否情報、午後7時30分衛星ハイビジョンで安否データ放送、18日金曜日まで24時間報道を続ける。基幹情報、交通情報、生活情報、安否情報、さまざまなメディアが展開。東日本大震災の各局の報道、放送局、地震発生時に放送中だった番組、地震速報、第一報を出した時間と内容、震度速報を出した時間、地震情報に切り替えた時間、NHK、総合、国会中継、参議院決、参議院会決議、14時46分54秒、緊急地震速報、14時47分30秒、14時48分32秒、NHK 教育、メイン、021チャンネル、NHK 高校講座、14時46分54秒、緊急地震速報、14時47分30秒、NHK 教育、サブ、023チャンネル、今日の健康、14時46分54秒、緊急地震速報、14時47分30秒、日本テレビ、情報ライブ、ミヤネ屋、第1部、14時48分30秒、地震情報、14時50分20秒、テレビ朝日、劇的空間、おみやさん、14時49分01秒、震度速報、14時49分01秒、TBS テレビ、3年 B 組金八先生、14時48分30秒、震度速報、14時48分30秒、14時51分05秒、テレビ特許、スペシャル、傑作選、14時49分17秒、震度速報、14時49分17秒、フジテレビ、韓流アルファ、タルジャの春、14時50分28秒、世界が驚いた被災地の整然とした光景。災害報道の4段階、発生前被害の軽減に役立つ、津波警報など、迅速、正確な放送、台風、大雨、恐れ強まる、放送、避難情報、高齢者、障害者などに呼びかけ、発生直後救助、救援活動支援、被害をいち早く放送、自治体やボランティア支援、その後生活再建、復興支援、被災者向け情報を提供、復興への長期支援を促す、平常時安全な社会の構築、日頃から防災の課題を積極的に取り上げる。災害情報を生かすために、情報を防災に生かすために、どんな情報が出るかを知る、土砂災害危険情報が出らみんなで避難する、といった地区のタイムラインを作って訓練、地域のリスクを知る、過去の災害を自治体や自主防災組織で勉強して、例えば目の前の河川の水位を避難のタイミングにする、避難スイッチを決めて訓練、災害情報が伝える危機感を避難の判断に置き換えることは地域や自分で決めるしかない。情報には幅がある。予報、
明日の朝までに300ミリの雨が降る。250ミリくらいから350ミリの雨が降ると思った。令和2年7月豪雨。線状降水帯の予測。気象庁の警鐘。的中率。全国単位で2回に1回程度。地方単位で4回に1回程度。見逃し率。3回に2回程度。気象学。現在の科学。の限界。地域の力が情報を生かす。情報は利用するもの。松山市高浜地区、西日本豪雨。2018年7月、6日午後、自主防災組織などが地区を見回り、小さな土砂崩れ、泥水、消防署と相談。18時から、一軒一軒に避難の呼びかけ、市に避難情報を要請。21時、松山市が避難勧告。翌朝にかけ、35箇所で土砂災害発生。11件が全半壊。住民約200人は無事。地域の防災力。最初に避難するきっかけになったのは何か。テレビ、ラジオ 4.50%。 防災無線 7.40%。 その他 22.80%。 消防や警察の呼びかけ 14.80%。 家族、親族の呼びかけ 7.70%。 近所の人の呼びかけ 9.30%。 約3割が呼びかけがきっかけ。西日本豪雨 NHK 被災者アンケート。広島、岡山、愛媛の310人。防災の裾野を広げたい。伊勢湾台風。三重県楠木町、原翼海地市の対応。9月26日、午前9時、町議会を招集し防災体制を整える。水防団や消防団に待機を指示。午後3時、町民への避難命令。雨が降る前から避難を開始。町の大半が浸水。死者は0人。当時の中川薫助役。何もなかったらそれでいいじゃないか。住民にはそういう気持ちになってもらわなければいけない。水に浸かっても死者が出ないことはありがたいことだ。三重県楠木町、原翼海地市の教訓。気象台からの情報だけでなく、自前で気象観測し、状況把握。約2500人の住民が水防団員や消防団員。人口の約4分の1。行政の早めの対応と住民の防災の広がり。内閣府、防災情報のページ。過去の災害に学ぶ。より、訓練などをしていた地域の人ほど、安全なところから津波を見ていた。東関東大震災住民調査。内閣府、3県の11,400人。本番で訓練以上のことはできない。ハイパーレスキュー隊長。フエルゴー、全国アメダス。1時間降水量50ミリ以上の年間発生回数。異常気象という言葉からは、珍しい、稀であるという印象が消えつつある。気象庁、異常気象レポート2014。降れば大雨の時代、全国51地点平均。日降水量 1.0 ミリ以上の年間日数。防災の裾野を広げる。防災の知識とノウハウを身につけた人材を育てる。一部の専門家と行政の担当者だけでなく、防災リーダーを全国津々浦々に。災害情報、災害報道を防災に生かす。ありがとうございました。3、質疑応答。阪神淡路大震災の被災者です。被災者は心が傷ついていて、心に寄り添うことが大事と思っています。あるいは雨が降ってきた時には周りに崩れやすい崖があるとか、溢れそうな川があったりしたら、周りの人に声をかけてなるべく早く安全なところに逃げるということに、そのあなたの30年前の記憶を生かすことで、きっと乗り越えることができるんじゃないかというふうに思います。災害救援ボランティア研修、盛況のうちに閉会となりました。ご視聴ありがとうございました。
ローカル情報ですが、チャンネル登録いただけると運営の励みになります。